中国の伝統的な薬の原料として陳腸される千山甲の鱗およそ820キロを海外から密輸した疑いで9人を摘発したと中国の税関当局が発表しました。密輸された鱗は河南省の医薬品市場などで売られていたということです。 センザンコをめぐっては、野生動物から人に新型コロナウイルスの感染を拡大させた中間宿主であるとの指摘が浮上しています。絶滅の危機にあるセンザンコの国際取引はワシントン条約で全面的に禁止されていて、違法取引への監視が一段と強まっています。